未来への10カウント第6話。最愛の妻と同じ顔の女性、切ない出会いと別れ。今回のお話は、しおりに瓜二つの女性が現れたことで、それぞれの秘めた恋心は揺れ動くことに。しかし桐沢にとっては再びターニングポイントを迎えたかのようでした。ボクシング部は大場校長の無茶ぶりに困惑するも、これまで以上のやる気と気合に満ち溢れ、それぞれ練習に身を注ぎました。ついに京明高校との練習試合の出場メンバーが桐沢の口から発表され、次回第7話はまたしてもボクシング部の進退を分ける転換期となるようです。打倒京明を掲げ、京明高校との練習試合がついに始まる。桐沢とのスパーリングを経て選抜された出場メンバーは苦戦を強いられるも、全力を振り絞り果敢に京明に挑んでいた。唯一の女子部員の水野はインターハイ予選で大敗を喫した奥村さやに再挑戦を挑もうと気合十分だったところに、予期せぬ事件が起こり、折原先生と桐沢コーチは緊急に呼び出され、水野の試合は中止となってしまうことに。部内一の実力を持っていた一年の西条が、なんと上級生二人に殴りかかったというのだ。たまたまその現場を目撃した間地先生は、すぐに大場校長に報告を入れたようです。問題を起こした一因として、西条は、桐沢に練習試合の出場メンバーから外されたことでイライラしていたと主張。それを受け、桐沢も自らに責任の一端があることをあっさり認めてしまう。すると、ボクシング部は活動停止を言い渡されてしまい、それも期限は未定だというのだ。試合を中止にさせられた水野や部員たちは、その結果にドバッチリを受けたと憤慨し、怒りの矛先は西条へと向かっていた。けれども桐沢はなぜか西条のことを責めようとはしなかった。淡々とした態度で生徒たちを家へと返し、一方折原先生は部員たちの気持ちがよくわかるため、桐沢の対応を非難するが、桐沢はなぜ西条を咎めようとしなかったのか。そして西条が隠す本当の理由とは一体。気持ちがバラバラになっていくボクシング部はどうなってしまうのでしょうか。これまで桐沢の回想によって病床に伏してるところや、生前で桐沢の心の支えだった様子として登場していた春さんが、今回は本格的に参戦しました。桐沢が生きる希望を捨ててしまった最大の要因とも言えるのが、最愛の妻、しおりの死。今はコーチとしてボクシングや部員たちに向き合うことで、なんとか前向きに生きようと変わりつつある桐沢。そんな彼の前に過去を蒸し返すかのように現れたことは偶然か、それとも必然なのか。彼の心が揺さぶられる状況に不安を抱く折原先生にとっては、彼女の登場はありがたくはないですね。また同じく桐沢の様子に不安を抱く折原先生に不安を抱く回も面白かったです。あくまで青春スポーツドラマであって、恋愛要素はおまけのようなものですが、海の密かに思う恋心を思わず応援したくなってしまいますね。けれども折原先生は桐沢との相性も良さそうですし、今の彼には折原先生のようにポジティブな人が近くで支えていた方がいいのかなとも思います。桐沢と海も親友なだけあって、大人の難しい三角関係ですが、それにしても桐沢は
一度結婚歴があるといえども、今は死別し未婚状態。海は高校時代から好きな子を桐沢に取られていて、それでも二人の友情が崩れないのは素敵なことですが、海もアラフィフにして未だ独身なことも引っかかりつつ、もったいないなぁと思います。また今回は打倒共鳴を再び掲げる大事な回でした。大場校長の独断で練習試合を決め、桐沢にも直接ハッパをかけたことで、彼にも一段と熱が入り、桃助とのスパーリングは1分少々でしたが、十分見応えがありましたね。そして動きだけで見せるのではなく、限界を自分自身で決めるな、といつも以上に気合が入っていたのがよくわかりました。また違う見方としては、1年生でありながら他の部員よりも勝っているからと、生意気な態度を取る西条が鼻についていましたが、コーチが2分もかけず彼を倒し、少しすっきりしましたね。部員全員が練習に身が入っていて、まさに青春という感じが今回はいつも以上に感じられ、彼らに負けず大人たちにも青春が訪れていましたが、それにいわば巻き込まれた佐久間はとても迷惑そうでしたね。会も会で、わざわざ彼女の元へ行き、名前を呼んでもらうという、ぶしつけなお願いをする勇気はすごいと思いました。この時の彼女は、とても迷惑そうでしたが、しかし、再びピザの配達で桐沢が訪れた時には、何も気にしてはいなく、むしろ自分から会に話を聞いたことを話していて、感じのいい女性でした。でも、夫と娘のいる既婚者でしたね。それで、桐沢も踏ん切りがつき、前を向く決心ができたのだと思います。ただ、桐沢が前を向けば向くほど、いつものキムタク感がとても出ていますね。共鳴高校との練習試合に出場するメンバーの決め方も、今回の見どころの一つでした。第1話の後ろ向きな桐沢の姿はもうなく、コーチとしての本気度が伺えました。身を粉にして彼らのために戦う姿は、殺気すら感じられるものでした。折原先生や部員が止めようとするほど、普段の彼とは違っていたものの、友部の最後に見せた根性が素敵で、胸が熱くなりましたね。練習すれば上手くなるという桐沢や海の教えをちゃんと守り、部活後も一人で特訓していたのが身になった瞬間でしたね。出場メンバーの最後に彼の名前を聞いた時はとても嬉しくなりました。共鳴高校の門をくぐる一同の姿もかっこいい演出で、次回がとても気になりますが、練習試合の結果よりも重大な事件が次回のお話で起こりそうです。西条が時間になっても来なかった時点で嫌な予感はしましたし、流れ的にもベタですが、今回ボクシングに熱い神回だった分、次回は波乱の予感ですね。そんな第6話は5月26日放送です。ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。